いらっしゃいませ。うん、ああ。いらっしゃいませ。どうも、はじめまして。心です。今日は楽しんでってくださいね。ああ、楽しませてもらう。はい、よろしくお願いいたします。楽しんでいってくださいね。お願いします。ほな、楽しみましょう。上流さんはどんな人がタイプなんですか？ちなみに私はゴリラが大好きなんです。ゴリラみたいな男が好きなのか？そうですね、本物のゴリラも大好きなんですけど、人間もゴリラみたいにマッチョな人がタイプです。上流さんってめっちゃいい体してますよね。なんかやってはるんですか？圧巻と喧嘩をしてる。実戦で鍛えてるってことですか？見せ金じゃないんや。すごっ。ありがとう。上流さんって人生経験豊富そうですよね。今までやったことで一番大きいことって何ですか？これからやるつもりだ。それは失礼しました。今も向上心の塊とは。上流さんのその姿勢見習わせていただきます。また来てくださいね。いらっしゃいませ。ああ。私、歌とかダンスとか麻雀とかいろんなものに興味があるんです。まあ本業はお芝居なんですけどね。時間が足りなそうだな。ほんまそうなんですよ。1日48時間くらいあったら何でも好きなことできんのにな。次どうします？お願いします。ほな、楽しみましょう。私、男の人っていかにかっこよく年を取るかやと思うんですよね。あ、そういえば上流さんっておいくつなんですか？51だ。ああ、思った通り。上流さんの年の取り方ってめっちゃ理想的だと思います。私、意外と年上の男性に好かれるんですよ。ちなみに上流さんは私のこと
どう思いますか？ガキに興味はねえ。ん？ほんまに？そういう硬派な大人の人ほど私を気に入っちゃうんですよね。あ、プレゼント。私、将来ハリウッド女優になりたいんです。だから渡米のために資金貯めてるんです。頑張ってお金稼ぐぞ。ならじゃんじゃん指名しねえとな。上流さん、話分かりすぎる。今日も思いっきり楽しみましょう。待ってますからね。いらっしゃいませ。お客様の上流さんに言うことじゃないんですけど、最近何かと忙しくって、自分が二人いればなって。俺もたまにそう思う。ね、そう思いますよね。なんかそういうロボットとか開発されたらいいのにな。お願いします。乾杯。ここのところ忙しくって無性に遊びたいんですよ。上流さん、一緒に遊んでくれませんか？麻雀しようぜ。麻雀？めっちゃやりたいです。上流さんさえよかったら今から行きません？仕事忙しすぎるとプライベート犠牲になったりして困りますよね。付き合ってる相手と会えへんくなったりとか。支えになってやりたいと思う。そんな風に言われたら、私やったらイチコロですよ。お仕事も趣味もいろいろやりたいんですけど、時間もお金もめっちゃかかるんですよね。なんか諦めんとあかんのかな。諦めるな。貪欲に行け。そうですよね。上流さんの言葉で覚悟ができました。好きなこともやりながら渡米資金も食べてやります。私ならきっとできる。できる。この後お時間ありますか？もしよかったら一緒に出かけません？時間ならあるぜ。ありがとうございます。じゃあお店の前で待ち合わせしましょう。ほな、また後でね。上流さん、そう、ほんまに？今オムライス作ってるから。もう邪魔したらあかんやん。そんなんしたら料理作られへんやろ。もうちょっとでできるから待ってて。な。
中流さんのお口に合うかな。じゃあ、はい、中流さん、あーどう、おいしい？上流さん、今日もう遅いし、このまんまうちに泊まっていかへん？